かきたまチャンネルへようこそ。あがつまゆうしんです。さあ、ということで始まりました。このチャンネルの名前はかきたまチャンネルって言うんですけども、そのかきたまチャンネルというチャンネルを作って、これが初めての動画ということで、まあ、かなり緊張しております。私、あがつまゆうしんと申します。よろしくお願いします。このチャンネルの中ではですね、まあ、日常の疑問とかいろいろなことをやってみようっていうですね、まあ、チャレンジしていこうということで動画を作りました。あ、チャンネルを作りましたが、まだいまいちこう方針的なのは不明です。まあ、YouTube を作る YouTuber というのが流行って、もう何をしても商品紹介をしても、なんか何々やってみたとか、歌ってみたとか踊ってみたとか、何をやってもパクリって言われちゃう。もうそれは仕方ないと思う。だからもうね、そういうことを恐れずに、とりあえず自分がやりたいことを全力でやっていければなと思います。本当に日常のくだらない動画、なんかくだらない疑問とかばっかりを動画にするんで、本当にくだらないと思います。そのくだらなさをいかに面白く持っていけるかみたいな、まあ、そういう何が言いたいでしょうね。なんかとりあえずこの動画を見て、笑顔になる人が増えるような、笑顔を作れるような、動画にしていきたいと思います。これが初めての動画なので、まあ私はこの前、この動画を出す前にツイキャスとかツイッターとかブログとかもやってるんで、まあ、そこら辺見ていただければ大体わかると思うんですけども、やっぱりまだ私のこと知らない人の方が多いんじゃないかなと思うので、次の動画では私の簡単な自己紹介の動画にしたいと思います。ということでですね、私あがつまゆうしん、これからかきたまチャンネル頑張っていきます。よろしくお願いします。この動画を見て面白いな、こいつ期待できるなと思ったら高評価。この動画を見て面白くねえな、こいつなんだまたパクリだよと思ったら低評価。見た方は必ず高評価低評価のどちらかをお願いします。また私に対して質問、クレーム、リクエストなどなど何かあれば、ぜひコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。さようなら。